三日月知事にに新型コロナウイルスについいて伺います昨日、特別措置法に基づく緊急事態措置として、施設の使用制限やイベントの開催自粛要請が発令されましたが、なぜこのような措置に踏み切られたのでしょうか。はい今、感染拡大防止に向けて、大変重要な時期にあるからです。滋賀県では 連日患者の数が増えています感染源のわからない患者さんも出てきていますクラスターも発生しています医療現場では病床ベッドが足りなくなるという事態が発生しつつありますし現場の皆様方の 仕事も大変厳しい状況になってきています。したがって、より一段強い緊急事態措置を行う必要があると考えましたので、市が5分の1ルールの徹底など、さらなる外出自粛の要請に加えまして、イベント開催の自粛要請と、 施設の使用の休止、すなわち休業の要請をさせていただくことといたしましたこの措置は具体的には、どのような業種が対象になるのでしょうか。はい例えば、ボーリング場やカラオケ施設、そしてパチンコ店などの 遊の施設をはじめ、飲食店など、県内の幅広い業種、事業者を対象とさせていただきます。なお、食料品を販売していただくお店、利用・美容を行っていただくお店などは対象外としています。詳しくは県のホーームページや 特別に設置いたしましたコールセンターでお確かめ、ご相談いいただければと思いますこの措置により、施設の事業者など、県内企業にも大変大きな影響が予想されますが、休業支援はお考えでしょうか、知事はかねてから、休業要請と休業支援はセットだとおっしゃっていましたが、どのような制度をお考えでしょうか。 はいこの点もとても大切だと思っています。今回、休業要請にご協力いただく事業者の皆様方には、感染拡大防止臨時支援金として、中小企業の皆様方には20万円、個人事業主の皆様方には10万円の支援金を支給させていただくこととしています。 できるだけ早くお届けしたいと思いますので、ぜひ皆様方、ご相談の上届け出いただきますように、ご案内をいたします、しっかりとサポートいたしますので、皆さん、ご安心ください。